水上温泉郷の中核を成す水上温泉水上温泉郷とは日本の北、関東、群馬県利根郡水上町水上地区にある温泉の総称で奥利根温泉郷とも言う。各温泉地は利根川源流部に近い最上流部にあり谷川連邦北東六とほたか三北西六の間に形成された貸し断球地域を核とする周辺地域に点在している。 どの温泉からも、渓谷と山々が見張らせる。利根川のほとり水上間水上温泉は、水上温泉郷の中核をなす、一大温泉地である。JR 東日本水上駅周辺にあり、利根川を見下ろし、谷川岳を見上げることができる。所在地名は、群馬県利根郡み上町水上地区。かつての、奥根八湯、水上八湯の一つ。 2005年10月以降でいうところの水上十八湯の一つ。古くは湯原湯、湯原の湯と呼ばれていた。1918年秋には和歌山牧水が訪れており、水上気候の中で水上や湯味について記している。第二次世界大戦後の高度経済成長期には陥落温泉街としても栄えた。2004年に発生した温泉偽装問題では、 温泉表記をしながら、水道水を利用していた温泉が存在すると報じられ、一部旅館では温泉のみ、徴収可能な入湯税も取っていたとして問題になった。谷川温泉は、水上駅から谷川が区寄りに位置し、山懐にある温泉。所在地名は、群馬県利根郡水上町谷川。かつての、奥殿八湯、水上八湯の一つ、二千五年十月以降でいう、 ところの、水上十八湯の一つ。谷川温泉の日帰り入浴施設、ゆてるめ谷川谷川館は、古くから多くの文人牧歌に利用されてきた温泉宿である。中でも、太宰治は有名で、1936年にパビナール中毒の天地療養を川端やすなりに勧められ、当館の前身である川久保屋に1ヶ月近く滞在しているが、その時に、 創世記を執筆している。また、ダザイは名作、ウバステの中で、川久保屋の老夫婦と水上温泉郷が登場させている。谷川温泉入り口の道路沿いには、ダザイ治の小説、ウバステ文学碑が混流されている。旅館谷、川の姉妹館である、別邸千住庵は、2012年に、ルレ霊社島に加盟した一流旅館として知られる。他にも、 1918年には馬車に乗って水上温泉郷を訪れた和歌山牧水が夏季の短歌を歌っており谷川温泉の奥にある富士浅間神社前に花火が混流されている我が行くは山の久保なる一辻冬日光りて氷たる地牧水の瀬温泉宇野瀬温泉は利根川本流と湯尾曽川との交流点近くに所在する温泉所在地名は みなかみ町大穴大穴。かつての、奥殿八湯、水上八湯の一つ、2005年10月以降でいう、ところの、みなかみ十八湯の一つ。ゆひそ温泉の温泉街ゆひそ温泉は、谷川学の真下、ゆひそ駅近くにある温泉。みなかみ町ゆびぞに所在。かつての、奥殿八湯、水上八湯の一つ、2005年10月以降でいう、ところの、みなかみ十八湯の一つ。 道の区国の安倍氏に連なる安倍貞党の子孫が発見したと伝えられている。水上側の一支流である湯比曽川に沿って静かな温泉街が広がっており、旅館や保養所などが見られ、山深い雰囲気を味わえる。また、谷川学ロープウェイの玄関口にあたる。1918年秋には和歌山牧水が訪れており、水上気候の中で水上や 指びについて記している。向山温泉は、湯比そ温泉と同じく、谷川岳の真下、湯比そ駅近くにある温泉。水上町高山に所在。かつての奥殿八湯、水上八湯の一つ、2005年10月以降でいう、ところの水上十八湯の一つ。藤原高温泉は、藤原ダム湖の北半にあって、温泉を歌っていた地域であり。 温泉地としての名称であった。所在地名は、群馬県利根郡水上町、藤原千崎。1959年10月13日、藤原ダムの竣工に合わせて、藤原ダム建設対策規制同盟委員長で、町議や観光協会長も務めた村の名士によって、一軒、宿、ホテル、藤原号が創業した。以来、当地は、藤原港温泉を名乗り、 藤原号に伝わる山と武の開け湯伝説に、基づく内湯、穂高の冷泉と、藤原湖を眺望する露天風呂、聖魂を売りとして賑わった。ダム観光が下火になっても、平成はブル期には、ち中の料理、ザル飯を看板に繁盛した。しかし、2004年8月、水上温泉郷における温泉偽装問題が発覚すると、 温泉宿を歌っていながら、温泉水を使っていないと判明した宿のリストに、ホテル、藤原号が含まれていた。ホテル、藤原号の場合、温泉水は、近隣の湯の小屋温泉から運んでいると説明していたが、事実ではなかった。これによって、藤原湖温泉は、温泉としての存在自由を、根底から疑われることとなり、支持者を失った、ホテル藤原湖は、 2007年9月頃、廃業に追い込まれた。その後、ホテル藤原湖の建造物は廃墟として残り、同じ時期に同じ運命をたどった複数の温泉宿とともに、社会問題化するようになった。宝川温泉は、水上からさらに、利根川を遡り、藤原ダムの北端から宝川を1キロメートルほど遡った地点に所在する温泉。所在地名は、 群馬県利根郡水上町藤原で、古来、藤原号と呼ばれる地域に属する。かつての奥殿八湯、水上八湯の一つ、2005年10月以降でいう、ところの水上十八湯の一つ。山和武が白鷹に導かれたという海湯伝説によって、白鷹湯、白鷹の湯の名で古くから利用されてきた。宝川温泉の名はこの地を流れる。 宝川に由来するが、宝川という河川名は、江戸時代から昭和初期までこの川で行われていた道の採掘に由来している。宝川温泉が宿泊施設のある、現在の形になったのは、大正時代で湯治場として整えられたものであったが、交通の便は悪かった。現在ある四つの源泉はすべて昭和時代にボーリングされたものである。 それ以前にあった源泉はすべて自噴型であった。交通の便が改善されたのは昭和20年代後半から始まるダム工事に伴う道路の建設以降で電気もこの頃に通るようになった。現在の施設は1936年地区で木造2階建ての原、大泉閣第一別館1955年に着工されて約2年後に完成した。 木造3階建ての大泉角本館、1966年地区で、鉄筋コンクリート造りの大泉角東館などがある。紅葉の季節の宝川温泉、早朝の露天風呂現在施設としては、一軒宿の宝川温泉、大泉角があり、渓流沿いに広がる4つの露天風呂が有名である。当宿では、近代化以前の日本では当然であった混浴を、温泉側が、 衛生的に管理する、湯み機を用意するという入浴形式を導入することで実現している。3つある、混浴露天風呂は、それぞれに、面積120畳分、最大100人収容可能、面積200畳分、最大200人収容可能、面積50畳分、最大40人収容可能で、それ以外に、面積100畳分、 最大100人収容可能な女性専用露天風呂がある。宿では月のワグマを飼育しているが、昔は子グマを露天風呂で入浴させていたことでも知られている。1918年秋、和歌山牧水が水上や湯草を訪れているが、上流の藤原号に足を伸ばそうとするも、雪の季節の訪れを知って取りやめたことを、水上気候で記している。 昭和の温泉評論家、野口東人が1980年発行の旅行市場で発表した国内温泉地における露天風呂番付けでは東の横綱に選ばれている。旅行口コミサイトトリップアドバイザーの選ぶ外国人が最も注目した日本の観光スポット2008においては草津温泉、伊香保温泉等を抑えて第16位に選ばれた。 2013年にロイター通信社が選ぶ世界の温泉トップ10の第6位に選出されるとロイターの影響度の高さも相まって外国人観光客の間で知名度が飛躍的に高まった。2014年4月26日公開の東方映画テルマエロマエ2では主要なロケ地の一つになった。詳しくは主人公であるローマ帝国のテルマエ設計技シルシウスが タイムスリップして出没する平たい顔族の露天風呂が大泉角で最も大きい露天風呂小宝の湯である。宝川は利根川上流域の支流の一つであり一級河川である。群馬県利根郡水上町藤原と新潟県南魚沼市藤原との県境に位置する中央分水海をなす大江星山の南北を源流域として発し、 おおよそ南東方向へ流れて、宝大樹山の北西陸に広がる、戦場地にある奥利根橋付近で、利根川本流に合流する。上述の通り、宝川温泉の名の由来になっている。宝泉郷は、宝川の下流域にある渓谷。宝川温泉から800メートルほど上流にある。総延長約2キロメートル。湯の小屋温泉は、 利根川上流域を宝川よりさらに遡った、西洋にある湖、良本湖に注ぐ木の根沢渓流沿いの、昔は尾瀬の入り口であった、偏僻な地点に所在する温泉である。水上町藤原に所在。かつての奥利根八湯、水上八湯の一つ、2005年10月以降でいう、ところの水上十八湯の一つ。た狐、き、きつね、 天などといった絵付けした野生のコケが夜な夜な訪れることで知られていた温泉宿、ホラモトソウやホテル、流道などの一軒宿がある。水上高原上の玄温泉は湯の小屋温泉と同じく宝川よりさらに山奥、昔は尾瀬の入り口であった偏僻な地点に所在する温泉である。単に上野玄温泉とも言う。現在の水上町藤原に所在。かつての 北斗根八湯、水上八湯の一つ、2005年10月以降でいう、ところの、水上十八湯の一つ。1966年3月11日未明、水上温泉の温泉宿、菊富士ホテルで、火災が発生し、宿泊客219名のうち死者30名、重軽傷者12名という大惨事になった。2004年8月11日、 当時の水上町観光協会及び水上温泉旅館共同組合は温泉の不正表示を公表し謝罪した。組合による調査結果は下記の通りである。上記の温泉水を使用していなかった施設のうち2016年現在もなお営業を続けているのはホテル松葉屋と旅館カジカ層だけである。松葉屋は施設敷地内から組み上げた源泉を加温して 浴用に供しているが、温泉法で定める成分が一部欠けているため、温泉登録をしていないと説明している。また、家事仮想は組み上げた源泉を陸送して浴用に供していると説明している。水上町は2015年に公表した、町、人、仕事創生総合戦略の中で、温泉街のリノベーションに対する考えを示した。特に、 温泉郷中心部の湯原地区では沿道に廃墟となった宿泊施設が点在しており、温泉街全体のイメージ悪化を招いている状況にある。町は新しい資本の誘致に向け、廃墟の撤去、さら地かも辞さないという考えである。ここでは水上温泉郷と関連事象について、時系列で記載可能なものを網羅的に記載する。戦手時代近世以前、 明治時代大正時代第一次世界大戦後、昭和時代太平洋戦争中太平洋戦争後、平成時代。ありがとうございます。